自虐と見せかけて養子自慢よくかわいいねとか言われるけど絶対よさだよだって私 AKB48 のオーディションも最終選考までしか行ってないもんこの間美容院に髪切りに行ったらカットモデルしてくれませんかとか頼まれて今月号のホットペッパーに塗ることになっちゃった。 顔がちっちゃいから、合うネガネが全くなくて、店員さんにキッズフレーム勧められちゃったもう顔がちっちゃいって不便。ああ、一人の人っていいな。一人のいたい。人の人ってアイプチして恋メイクしとけば、それっぽくなるんでしょう。私パッチリ二人だから。普通にアイメイクしたら、すごい胸が極めちゃうから、コンプレックスなんだよね。自虐と見せかけて、彼氏自慢、ま。もうなんか彼氏からめっちゃライン来るんだけど、帰り迎えに行こうかとか、大好きだよ。とかも。う私のこと好きすぎて、うざい。もう本当うざい彼氏。最近彼氏の仕事が忙しくて、もう全然頑張ってくれないんだ。もう最悪。 よって感じ、もうまあしょうがないんだけどね世界中飛び回ってる人だからあれ言ってなかったっけ彼氏の職業パイロットだよはーい一度でいいからお金持ちの人と付き合ってみたいな私の彼氏なんて年収たった4000万円だよ頭がいい彼氏って憧れるよね一度でいいから東大出身の彼氏とかと付き合ってみたいえ私の彼氏全然高学歴じゃないよ半大 愛されすぎてつら自虐と見せかけて銅眼自慢こないだコンビニでお酒買おうとしたら年齢確認されたのもう私二十四歳だよどれだけ若く見えるんだよって感じもう最悪前髪お前まゆにしたらそう以上に幼くなっちゃったよもうみんな私のこと妹扱いしないで。こないだ深夜にドンキ行ったら中学生が夜遅い時間に出歩いじゃだめだよって注意されちゃったもう私二十四歳なのに若く見えすぎるって本当。 困るよねー。バイト先の竹内涼真乳の先輩にいつまでもポンポンされるんだ。もう、童顔だからってことも扱いしないでよー。自虐と見せかけてモテ自慢普通に街歩いてるだけでナンパしてくる男ほんとやめてほしい。迷惑この間なんてナンパされたくないからすっぴんジャージのすっごい汚い格好で買い物行ったのに、それでもナンパされたんだよ。どうしたらいいのって感じ。逆にどうやったらナンパされないのか教えてほしいんだけど、今月3人も男の子に告白されて3回も振っちゃった。 飲んでたら隣の席の超絶イケメンにくどかれちゃってもう何って感じだった。もしかして私がブスだからからかわれてるのかな？私がブスだからからかわれてるのかな？もう本当イケメン怖い。えもう本当バイトの先輩からのラインがしつこくてうざい。もうずっと二人で遊びに行こうばっかり行ってくるんだよ。まあ本当うざい。ラインブロックしてやろうかな。ラインブロックしてやろうかな。うーんまあまだしないけど。チャンネル登録よろしくね。